はい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 。ジャイアンツめちゃくちゃ強ない？マジで。なんか今まで貧打線とかずっと言われ続けてきて、抑えてんのに勝てへんなみたいな感じだったと思うんだけど、ここ最近の打線えぐいし、鬼に金棒やん。サイスニードマジで投げるボールないで、あれ。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ヤクルト対巨人のね、試合解説の方をやっていきたいと思っております。はいはい、まあ、ジャイアン強いよね。本当に、打線がね、もうめちゃくちゃ復活してるというか、もう、止まらんのよね。やめられない、止まらない。カルビー、カッパ、エビ戦みたいな感じでですね。ほんまにもう打線止まらんのよ。うん。見てて気持ちいいからね。うん。やっぱりね、先制点を取れるというのはね、本当に試合を運ぶ際にですね、めちゃくちゃ重要だと思うし、じゃあ誰が一番いいの？先制点なんで取れてんの？っていうところを深掘っていくと、やっぱり丸さんの活躍、一番に入って、あんだけ活躍してくれる、あんだけ打ってくれるというのは、本当に、チームがね、勢いの乗るためには非常に大事なことだと思うし、やっぱり他の選手もそうですけども、やっぱり今一人だけ上げるとするならばっていう風なところだと、やっぱり丸さんかなっていう風に思います。じゃあですね、今日ね、今日の構成をね、発表していきたいと思うんですけども、まず、得点シーンを振り返っていきますと。で、その後に、前日からのね、スタメンとかに結構変化があったんで、ちょっとそれね、詳しく見ていきたいと思います。で、最後に僕が気になったところをできるだけわかりやすく、面白く、伝えていきたい。アニメーションであったりとかね、配球のチャートも使いながら、伝えていく。この3本立てで、やらさせてください。じゃあですね、まず得点シーンをだいたいこの辺ぐらいに、画像をね、乗っけて、やっていきたいと思います。はい、やっぱりね、巨人今日も先制したんですけども、やっぱりこう、1回表のですね、まあ、丸さんの出塁から始まりまして、で、ワンアウト2、3塁から岡本選手のレフト前のタイムリー。まあ、これもね、後で詳しく話していくんだけど、村上選手ね、取ってほしいなっていうところはあったと思うのよね、ヤクルトファンからしたらね。ちょっとまあ、ヒットというね、表記になってますけども、僕からしたらちょっとエラーじゃないかって、思うファンもいたんじゃないかなって僕思います。で、ワンアウト一塁から、これ大城さんのね、ホームランね、これも大きかったですよね。まあ、どっちも逆玉というね、うん、2球投げたんだけど、2球とも逆玉というところで、ちょっとサイスニード投手ね、ちょっとストレート系を打たれてたっていうのもあるんだけども、まあ、変化球もね、初回に関しては制球がなかなかできてないというところで、ちょっとね、キャッチャーの今日の松本捕手か、非常にいいキャッチャーなんだけど、ちょっと非常に苦労したんじゃないかなーっていうふうに思います。で、2回表ですね、またワンアウト2塁から丸さんのホームランね、これもね、後で詳しく言っていきますけども、カーブなんですよね、ナックルカーブを3球続けて、3球目をそれを打ったっていうところで、まあ、意表的なね、意表をつくような配球をしていかないと抑えられないっていうところあったと思うんだけど、でもそれをまた打ち崩すっていうところでね、もう素晴らしいバッティングだと思います。で、2アウト2塁から岡本選手のレフトへの2ベースというところで、この回もね、点取りましたというところです。はい。で、この時点でもう7点入ってるんですよね。ヤクルトからしたらきついよね。で、4回裏ですね。ワンアウト満塁から松本選手ね、これよく打ちましたね。インコースのツーシームだと思うんだけど、詰まりながらよく持っていきました。で、ワンアウト満塁から岩田選手のね、セカンドゴロで、ファーストランナーの松本選手が途中でね、3本間、2塁間か、じゃあ1、2塁間か。で、止まって、先にファーストをアウトにして、バッターランナーをアウトにして、で、それで追い込んで、ランダムプレーの時に、大城さんがね、ちょっと2塁にこう、引っ掛けたような形でね、暴投を投げてしまって、2点入りましてね、この回3点取られてしまって、で、それ以降は、まあね、ゼロが続いてって、結局7対3というところで、勝負はね、ジャイアンツが、勝利したんですけども、まあ、後で詳しく言っていきますけども、ヤクルトもね、非常にチャンスあったんですよね。1回裏もそうですし、5回裏、6回裏。まあ、もうちょいね、攻め立てれてたらね、
こんな試合にはなってなかったと思うし、そこをね、よく踏ん張ったジャイアンツというところもね、非常に評価できるんじゃないかなっていうふうに僕思うんですよね。はい。じゃあですね、次、前日からのスタメンの変更点などをちょっと確認していきたいと思います。この辺ぐらいにちょっと画像をね、アップして、ちょっと見ていきたいと思います。まず、スワローズからなんですけど、今日のスタメンですね、1番レフト西川選手、2番ライト丸山選手、3番ショート長岡選手、4番サード村上選手、5番ファーストオスナ選手、6番ショートセカンド山田選手、7番キャッチャー松本選手、8番センター岩田選手、9番ピッチャーサイスニード投手というふうになってますと。で、昨日からの変更点からすると、2番にですね、昨日は増田選手ライトで入ってたんですけども、今日丸山選手になっておりまして、昨日ですね、3番に入ってた山田選手セカンドで入ってたんですけども、今日は6番に、落ちておりますと。で、逆に、ショートの長岡選手、昨日は6番だったんですけども、今日3番に上がっておりますと。で、キャッチャーは昨日中村選手でしたが、今日は松本選手が入っておりまして、センターも昨日は赤羽選手だったんですけども、今日は岩田選手がね入っておりますと。で、ピッチャーは高橋奎二投手から、まあ、サイツニード投手に今日なっておりまして、まあ、昨日もそうでしたけども、サンタナ選手は今日も出てないという形になっております。で、次、ジャイアンツなんですけども、ジャイアンツもですね、守備というか、スタメンの変更ありまして、今日はですね、1番ライト丸選手、2番セカンド吉川選手、3番センターヘルナンデス選手、4番サード岡本選手、5番ファースト大城選手、6番ショート泉口選手、7番キャッチャー小林選手、8番、レフト佐々木選手、9番ピッチャー菅野投手というふうな今日オーダーになってるんですけども、昨日から見るとですね、昨日は岸田選手が6番に入ってたんですけども、今日は7番に、小林選手ね入っておりますと。で、昨日は萩尾選手ね、ちょっとまあ2打席連続3球三振をしてしまったというところがありましたけども、今日はですね、それに代わって、8番にレフト佐々木選手が入っております。で、昨日はですね、8番に入ってた泉口選手が今日は6番に入っておりまして、で、ピッチャーは昨日グリフィンだったんですけども、今日は菅野投手というところで、まあ、主に下位打線の方が、ちょっと入れ替わりっていうところが今日スタメンでありました。はい、じゃあ、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、7対3というゲームでしたけども、ヤクルトね、もうちょい、攻められたというか、うまく攻撃できてたら、もしかしたら逆転もあった可能性もなきにしもあらずというね、試合だったんですけども、それをちょっとね、詳しく解説していきたいなと思ってます。はい。まず今日の試合を語る上でですね、やっぱりね、1回、2回というところは、避けて通れないんじゃないかなって思います。まず1回表ね、やっぱり先頭の丸選手ね、やっぱ出塁するよね。センター前とね、チェンジアップ打って、センター前と。で、吉川選手もね、ここ最近1打席目よく打ってくれてますと。ノーアウト1塁で、吉川選手、これライト前ヒットね、ストレートを次打ちました。で、この回に、ちょっと送球がね、ライトの送球がちょっと丸山選手かな、ちょっとこう高くて、進塁してね、2、3塁作るんですよね。これもったいなかったですよね。うん。1、3塁で収められたプレーだったんですけど、そこをね、送球が高くなって少しそれて、直樹さんもね、2塁まで行ってしまったっていうところは、細かいところを見るとね、非常に、もったいない守備だったなーって僕思います。で、ここでノーアウト2、3塁、内野はもう後ろ、もう1点 OK だよと、ヘルナンデスだし、まあ、こんな形でね、2、3塁を作られてしまったから、前進守備はしないよというところだったんですけども、ヘルナンデスが見逃し三振しちゃうんですよね、ストレートをね。今日ヘルナンデス3三振かな、ちょっと今日ブレーキだったですけども、まあその守備でもいいところありましたよね。で、ワンアウト2、3塁でね、これ岡本選手、レフト前ヒット、先ほども言いましたように、これ村上選手取ってほしかったなっていうふうに僕思うんですよね。まあ、カーブでストライク、スプリットでボール、ワンワンやってストレートを強振してね、まあ三塁線のゴロだったんだけども、村上選手絶対取れると思うのよね、正直ね。やはりね、ちょっと守備、まあヒットという表記だけど、どうなのかなって正直思いました。で、ワンアウト1塁から大城さんのホームラン。これちょっとね、この辺に画像を出して、見ていきたいと思うんですけども、これね、どっちもストレートなんですけど、どっちも逆球なんですよね。やっぱり、先ほど言いましたように、サイスニーズ投手ね、なかなか制球ね、定まってなかったし、
多分松本捕手もね、どうしようかっていうところすごく迷ったと思うんですよね。で、ストレートで1球目ボールになるんですよ。外構えが内になって、ボールになって。で、2球目もストレート行って、外に構えたものが内に入ってしまって、これホームランっていうところで、ちょっと、サイスニール投手のコントロールがね、ちょっとこれどうなのってところだったんで、まあそうですね。でも打った大城さんはまあ素晴らしかったなと思いますと。で、次ですね。1回裏ですね。やはり、まあこの回にね、まあ3点入ったのかな。入ってるじゃないですか。得点してるじゃないですか。で、はい。で、やっぱりヤクルトからしたら1点でも返していきたいっていう気持ちあると思うんですよね。で、そこで1回裏すぐにね、1点でも取ってたら、やっぱりヤクルトからしたら、あ、いけるぞと。この試合まだまだ終わらんぞっていう風なね、形になると思うんだけど、ここでね、チャンスを作るも点が入らない。ここが結構ね、大きかったんじゃないかなと思うんですよね、1回裏ね。ワンアウトから丸山選手がこれね、レフト前ヒット打って、ワンアウト1塁から、長岡選手もヒット打って、センター前ヒット打ってね。で、ワンアウト1、2塁作るじゃないですか。で、村上選手の打席の時に、これシフトね、村上シフト引いてて、1、2塁間飛んだんですけど、直樹さんがそこに守ってるというところで、セカンドゴロになるんですよね。これも大きかったと思います。これシフトが20丸だったと思います。予測が当たってみると思います。で、2アウト1、3塁からオスナ選手のね、ショートゴロあったんですけど、これも伊豆口選手がね、いいプレーしてアウト取るんですよ。で、チャンス作るも、ヤクルトからしたら点が入らないっていうところで、ここが結構大きかったんちゃうかなって、すぐね、取られてすぐ取り返してたら、まだね、この試合いけるぞっていう感じなんですけど、ここで点を取れなかったっていうのは、今日のヤクルトの敗因の一つかなっていうふうに思いました。で、次2回表ですね、この回もまあ点が入るわけですけども、あ、初回4点か、4点入ってて、2回も3点かっていうところで、先頭、須崎選手ね、今日うまく打ちましたよね。これ、ライト前ヒット。で、菅野さんがバント一発で決める。これ、テンポいいですよね。で、ワンアウト二塁で、丸選手のホームラン。ちょっとこれね、アニメーションというか、画像を見ながらやりたいんですけど、これね、やっぱり1打席目、チェンジアップ打たれてると、丸さんにね。で、こんだけ調子いいと、やっぱりある程度、意表ついていかないと、厳しいっていうところあったと思うんですよ。で、カーブでボール。で、カーブでストライク取ったんだけど、で、ここでまっすぐ系行きたいなってバッターだと思うんだよ。で、まっすぐ系を投げたいなと思うんだけど、そこでもう一丁カーブ行ったんですよ。で、それホームランスっていうところで、まあ、意表ついた配球っていうのはわかるんだけど、ここね、もうちょいしっかりコントロールしたかったですよね、サイズ3の投手がね。うん。で、直樹さんがまたここからランナーなしから、ツーベース打つと。で、ワンアウト2塁からヘルナンデスが空振り三振。うん、ちょっとブレーキだったよね、今日ね。で、2アウト2塁で岡本選手のこれ、レフトへのね、2ベースってとこなんですけど、これもですね、ちょっと、まあ、配球としてどうなのっていうのはちょっとあって、チェンジアップでまず、あ、これ、ここで画像出したいんですけど、チェンジアップストライクでしょ？で、ストレートでボール。で、ワンワン。で、カーブでボール。で、2ボールワンストライクでしょ？で、ストレートでボール。ここの見逃しの時に、岡本選手めちゃくちゃストレートを張ってるような見逃ししたんですよ。バッて打ちに行くようなね。見逃したんですよ。で、あ、多分岡本選手これまっすぐ張ってるなって僕思ったんですよね。で、ここ3ボール1ストライクじゃないですか。だから、変に、ストライクを取りに行かなくていいのかなと思うんですよ。で、1塁が空いてるんでね、大城さんと岡本選手で2人で1個アウト取ればいいかなって感じだったんですけど、そこで先ほどの見逃し方的にね、ストレート狙ってるなって感じはあったんだけど、そこで変化球で取りに行くんだったらまだわかるかなと思うんですけど、そこでストレート行ったんですよね。で、それでストレート待ちのね、岡本選手に、すでに3ボール1ストライクという球種、カウントでね、ストレート行ったっていうところは、ちょっとね、これ残念な配球だったのかなっていうふうに僕は正直思いました。で、大城さんが、まあ、ライトフライでこの回終わったんですけども、もうこの時点で7対0になるんですよね。結構きついですよね、ヤクルトからしたら。で、次4回裏ですね。この回は、点が入るというかね、ヤクルトがね、反撃を始める回なんですけども、長岡選手がこれ、ツーベース打ちますと。で、村上選手が空振り三振になりますと。ノーアウト二塁でね。
で、ワンアウト二塁からオスナ選手のこれライト前ヒット、これが結構大きかったなと思って、ストレートでストライク取って、次ね、まあ変化球でボールでもいいよって、いうところだったんですけど、もう一球ストレート行って、それが、ボール構えだったんだけど、それが中に入ってね、これでライト前ヒット打たれる。ちょっとこのヒットは、菅野さんからしたら不用意だったんじゃないかなっていうふうに思います。で、ワンアウト一三塁で山田選手をね、ファーボール。まあこれは非常に、追い込みながらもね、際どいところを狙ってって、まあファーボールになってしまったという形ね。で、ワンアウト満塁で松本選手のこれ、レフト前ヒット。これうまく打ったっすよね。これうまく打ってました。ツーシームで、バットをもう折られる寸前だと思うんですけど、それをね、しっかりレフト前に持ってったっていうところは、非常にいいバッティングだったなと思います。で、ワンアウト満塁から岩田選手のセカンドゴロで、バッターランナーを先アウトして、ランダムプレイになったんですけども、大城選手がね、ちょっとこう、送球を引っ掛けてしまって、まあ、点がね、入ってしまう。まあ、エラーで点が入ってしまうというところで、まあ、ファーストね、なかなか慣れないポジションだと思うんですけども、まあ、ランダムプレイに関しては、キャッチャーの時もね、やってたと思うので、そこはちょっとあまり言い訳にはできないのかなって僕は正直思うので、まあ、ちょっとね、あまり攻められないところではあるんですけども、ちょっともったいなかったなって、点差があったんでね、まだ良かったんですけども、ちょっともったいなかったなと思います。でですね、次気になったところですね、これ5回裏ですね、これヤクルトね、ここね、攻め立てられたね、正直ね、うん。ちなみに5回表、ロドリゲス投手がね、出てきて、ジャイアンツ三者凡退してるんですよ。で、ちょっと、あれ、これジャイアンツの勢い止まったかなっていう形になってて、その次のね、回の5回裏なんですよね。で、先頭のね、西川選手が、ピッチャーゴロ打ったんだけど、これね、ちょっと難しい打球で、菅野さんエラーしちゃうんですよね。うん。で、ちょっと僕的に危ないなって、この回、先ほど三者凡退もしてるし、危ないなって感じだったんですよ。で、丸山選手がセカンドゴロね。で、ワンアウト一塁で長岡選手今日2本打ってるんですよ。状態いいんですよ。で、ここで1-6-3のダブルプレイ。これはきつかったね。うん。ヤクルトからしたらきついと思う。うん。で、それも、先ほどエラーした菅野さんなんですけど、このピッチャーゴロにうまく反応してね、逆回りでね、取って、セカンドに送球というところで、やっぱり同じミスは繰り返さないっていう、この菅野さんのフィールディングのうまさっていうところね、非常に出てたんじゃないかなって思うし、まあ、ヤクルトからしたら、このエラーで始まったこの回、絶対点取りたいよっていうところなんですけど、好調のね、2安打してる長岡選手がダブルプレイというところで、ちょっとね、まあ、きついなっていう感じはあったんじゃないかなと思います。で、6回裏ね、この回から泉投手ね、上がってるんですけど、この回もね、ヤクルトね、点取れたなっていう回だったんですよね。でも点取れなかったんですよ。詳しく見ていくとですね、これ村上選手がセンター前ヒット打ちますと。で、ノーアウト一塁で、オスナ選手にフォアボール出したんですよね。これちょっと危ないよね。どう考えてもね。で、ノーアウト一、二塁で、ここなんですよね。山田選手見逃し三振しちゃうんですよ。まあ、泉投手がよく投げたっていうところもあるんだけど、ここで見逃し三振はちょっとね、どうかなって、厳しいなっていうところ。で、ワンアウト一塁で松本選手、まあ、先ほどうまくタイムリー打ちましたけども、まあ、6-4-3のダブルプレーというところで、先ほどのね、長岡選手のダブルプレーもそうですし、まあ、やっぱりここで、ここぞっていう時にダブルプレー二つっていうのはね、ヤクルトからしたらめちゃくちゃきついんちゃうかなと思うし、先ほども言いましたように、まあ、ヤクルトからしたら1回裏、5回裏、6回裏、この3つの回で、すごくこうチャンスがあったんだけど、ここでね、1点も取れないっていう。まあ、4回は取ったんだけど、それ以外のね、1回裏、5回裏、6回裏というチャンスのところで、1点も取れないというところで、やはりね、まあ、ゲッツーというところが大きかったなと思うし、ジャイアンツからしたら、この、ピンチの回をですね、しっかり0点で抑えれたっていうところが、今日のね、勝因だと思うし、非常にいいゲーム運びができた、ところ、原因だった。原因というかね、要因だったんじゃないかなって思います。はい、そんな感じでですね、今日は7対3というところでジャイアンツが勝ちましたけども、まあね、先ほど言ったように、1回裏、5回裏、6回裏、ヤクルトの攻撃ね、非常にチャンスを作ったわけですけども、そこをね、ヤクルトからしたら、1点、2点取ってたらね、全然ね、違ったゲームになってたかもしれないし、もっと乱打戦になったりとかね、もっとこう、もしかしたらヤクルトが逆転みたいな回も、試合もね、展開もあったかもしれないですけども、そこをね、
ジャイアンツがしっかり抑えれたっていうところは良かったと思うし、やはりね、菅野投手もですね、すごく熱い中ですね、しっかりね、投げ、てたと思いますし、まあ、エラー絡みのね、得点はありましたけども、今季7勝目かなっていうところで、非常に、ね、しっかり復活をしてくれてるんじゃないかなと思うし、小林捕手とのね、あうんの呼吸っていうのはね、健在だなと思いましたし、非常にね、打線というところ、丸、岡本、大城、まあ、このあたりですね、吉川選手もそうですけども、非常にいい状態をキープできている。まあちょっとヘルナンデス選手がね、今日3三振。まあ守備でもね、いいプレーありましたけども、そういったところを、今までヘルナンデス選手がこう、引っ張ってくれてたところをですね、ヘルナンデス選手がちょっと落ち気味の、今日に関して言えばちょっと落ち気味だったんですけども、それ以外のところでね、カバーできたっていうところで、非常にね、いい試合運びができたんじゃないかなと思うし、これからもね、期待できるなっていうようなね、ゲーム、展開になったんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、明日はですね、休養日ですかっていうところで、まあ火曜日からね、また試合解説やっていきたいと思いますんで、ぜひこれからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。